どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。ウィッチャー3ワイルドハントをプレイ再開していきたいと思います。雨が降ったぞ。さて、今回は、前回言ったね、中央の島をちょっと調べたいと思う。もしかしたら何もないかもしれないけど、行くだけでちょっとワクワクするので、行ってみよう。普通に調べたいんだよね。ここで剣の強化ができるかな。あ、できるできる。よし、アイテムが強化された。まあ、下手すると、中央に行ったら返り討ちに合うんじゃないかなーっていうことも考えてますけどね。セーブしとこう。ここだ。ファーストトラベル。調べたらやっぱりさっき近くに行ったから、こう、ファーストトラベルが出たんだよね。なんやかんやで。よし。で、ここ、怪物が大量にいるっぽいんだけど。剣を最初から抜いていこうかな。あ、やべえ、普通に間違えた。グエンになってなかった。痛え。泥を投げつけてくるのか。おっと、こいつ結構強力だ。予想外に強いぞ。と言ってもまあ落ち着いて対処できないことはないんだけど、俺がね失敗してしまったからな。やばい。ほっ、よし来た。なんだあれは。なんか追いかけ回されているが、ちなみに前回からねちょっとアイテムにね、重量に余裕がなかったのでアイテム売りさばいたよ。ネズミか。すごい銀の剣になっているけど、通常の剣の方がいいよね多分。なんだこれは。何かが明らかにあるな。大丈夫かこのまま進んで。ファイアのかな。になるってレベルじゃねえな。ここ怪しすぎるだろ。血みたいなね、付着物があるし、ここなんかあるぞ。地下、ここで大勢が死んだようだな。レイス系が出てくるんじゃないのか、ここは。ワイヤー。今、音がしてたよね、あそこ。俺、開けちゃったけど、鍵がかかって。はい、なんだこれは。広い、戦闘ができそうだな。なんだこの、このモヤモヤしてるのは何なんだ。もしかして本当に今来るべき場所ではなかったのだろうか。後で来たらね、なんか解除する道具かなんかあったのかな。あの光ってるところ、気になるな。勝手に火がついてるんだよな。あ、ネズミか。しよこう。噛まれるとかそういうのがあるか分かんないけど、危ないからね。おっと、ネズミ多い。か、音がするんだが。何このネズミの量。ノンストップでネズミが来るな。鉄のインゴットやら酒やらいろいろ出たぞ。しまっておこう。まだネズミいるけど。てか無限湧きしてるのかな、もしかして。斧が勝手についている。明らかに危ない。
導かれているのだろうか。ね。外朝だけど。よーし、剣抜いとこ。ネズミが怖いからネズミやって始末しとこ。伝染病怖い。あ、激が聞こえるな。誰かが床の上を何か引きずっていったようだな。それも何度も。誰かが床の上を何か引きずっていったようだな。それも何度も。誰かが床の上を何か引きずっていったようだな。それも何度も。これか。やはりか。明らかにマップでね、行けるっていう印があるもんね。なんだこれは、うん、実験室か。研究室のようだな。すごい設備だ。アレクサンダーの記録第2部。サキュバスの変異主席。サキュバス、ちょっとさっきの手紙を読んどこう。泣くさいぞ、ここは。ネズミは昔から嫌いだった。汚らわしい尻尾のせいなどではなく、精力的で不愉快な奴らの知能のせいだ。人が一人、人ごとを言っている時に限って耳を立てるように感じる。さらに不快なのは奴らが話を理解しているように感じることがあることだ。こいつは、こいつはイカれているのか。数日前、気づいたらネズミの一匹に話しかけていた。特に大きくて黒い、耳が欠けたオスだ。私はまず自分が病気になりかけているのではないかと恐れた。だが結論、だがもちろんそんなことはありえない。私は自分の免疫力を強力な呪文で強めている。後になって、私はこれが自然な反射作用に過ぎなず、しかも多く学んだものでも、拭い去ることのできない類のものだと結論付けた。魔術師は話を聞いてもらうのが好きなのだ。なるほどね。うん。うん。ここで研究してる人はちょっとおかしくなっていたっぽいんだが。これらは人体実験か。魔術師神秘会がまだあったら見逃されることはなかっただろうな。なるほど、本当はダメなんだ、やっぱり人体実験は。こちら泣いてる声がまだ聞こえるんだが、どこだ、さらに上の階層か。なんかあるぞ、ここに。おっと、もう一つ手紙があるっぽいな。第一部ってあるぞ。さっきのが第二部だったな。うん。精神がどうのこうの、どういうことだろうか。さて、ここは迷わずセーブをしておくべきだろうな。危ないからね。泣いているな。しかし生きているとはとても思えないんだが。大丈夫なのか。霧がかかっているようにしか見えない。死ぬまで閉じ込められていたようだ。むごい死に方だ。確かに。だが、どういうことだ？こちらにまだドアがある。違うな。何か見逃しているか？上に登れないよな。なんか見逃しているな俺。
ちでは合っているとは思うんだけど、あ、そっか、ここ通れるのかな。アイテムがあるぞ。アイテムは取るべきだ。精霊種のオイル、オイル系が多いな。ここ通れるのか。おい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 、ここ俺通ってるけど絶対通るような場所じゃないよね。違うよね、ここ。明らかに俺がおかしなことやってるだけだよね。あ、通れますけど、違いますよね。ここではないだろう。よいしょ。なんかおかしな壁かなんかあるんじゃないのか、この辺。なるな。そこにドアマークがあるけど、あれだよね、あの俺が来た方向だよね多分。登れないのかこれ。明らかに登れそうなんだが。でもゲラルトが捕まってくれないしな。お、間違えた、間違えて霊薬を飲んでしまった。よし、相変わらずすりなく声は聞こえるな。これ戻ると何かあるパターンか、もしかして。あー、そうか、理解したぞ。ここランタンマークがあるの分かるでしょうか。で、この前のメインクエストでランタンで死者と怨念となんか話ができるよーみたいなこと聞いたじゃないですか。それだ、絶対それだ、絶対それだ。今できないんだ。じゃあこのクエスト、ランタン持ってきてこの人の思念みたいなのを探ってね、見ていかないといけないんだと思うんだ俺。多分それだ。それが分かればいい。落下ダメージ気をつけろって出たぞ。ごめんなさい。そうか、それが分かれば十分だ。あとはアイテムだけ漁っとこう。アイテム漁りだけやって帰ろう。とりあえずね、謎が解けたっていうかね、何があるのかは大体分かったから問題ない。また来ればいいだけだ。地下の方に行ってないんだっけ、そういえば。なんかどっか確か行ってない方角が一つあったような気がするけど、まあいいだろう。よーし、なんとなーく分かったから十分だ。あとはこの周りには何もないか。しかしここはでは魔術師が何かの研究をしていたってことか。あとはこっち行ってみよう。あのランタンは後々手に入るってことでいいのかな。俺が勘違いしてるだけかもしれないけど、手に入るっぽいよね。多くねえか。あとあれが何なのかも知りたいんだけど、ずーっと追いかけ回せるとね、やぶやぶかみたいな。あ、間違えた。いつもね、こっちになってると思って使ってしまうんだが、おっと見倒せたな。そしてアイテムは特になし。ラブナーだよなあれ。怪物よ、さあどうする。おっ、はい、最近は彼らで死ななくなったな。序盤はこいつらに襲われて何度も死んだ記憶があるんだが、
うな。サルムの鎧下、これだけなのかな。もうもしかしたら後々ね、なんかストーリーとかサイドクエストで進むのかもしれないね。サルムの鎧下だけどんなもんだか見てこう。あー、今使ってるのより良くないのか、しょうがないね。残念、特に収穫なし、アイテムのみだな。ではここから船に乗ってこっちへ行きたいけど、まあ行かない方がいいかな。亡霊キーラの魔法のランプを使うとこの場所に眠る記憶を見ることができる。やはりか、やはりかだとは思ったんだ。ではあのキーラさんのサイドクエストを進めないことにはランプは手に入らないよってことなのかな。後々キーラさんのアートを追いかけないとダメか。まあ、今のところ後回し。といっても、キーラさんのサイドクエストね、レベル低かったから、普通にやればクリアできるのではないかなとは思ったけど。ヤブカが、せっかくだから相手をしよう。来るレベル高くね。おっと。おっと。レベル上がったぞ。珍しく敵と戦ってる最中に。おっと、まだ敵がいるからな、こっちの方面倒しておこう。怪物よ、さあどうする。さて、レベルが上がったので、振っておこう。このままこれを上げよう。そろそろ、このアドレナリンを消費して攻撃する技などが手に入るので、これがちょっと気になるな。でも、どこのボタンを押したら発動するんだろうか。気になるな、本当に。で、ファーストラベル。さて、真実は星の中というクエストを、サイドクエストを受けているので、そちらを進めたいんだが、これどこだ？これ本当にどこだ？どこぞの森の中に占ってくれるおばあちゃんがいるよー、みたいなことを聞いたんだが、どこ？どこにあるのか見えてないの俺だけ？どこ？待て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 、待つんだ。どこかにあるはずだ。ウィッチャーの依頼ではないサイドクエスト。心臓星の中、占い師には会いに行く。沼に覆われたベレンの森の奥に忘れられた神がゲラルト出所で少しもろくした老人葬儀した彼は、自分が未来を予言することができ、ゲラルトの運命をわずかに料金で占ってやれると言い放った。これどこ？エレンの森？あ、ここか。大丈夫？めちゃくちゃ遠くね？黒ポーチからさらに移動？ハッチ方面の時めちゃくちゃ強かったような気がするんだけど、大丈夫なのか？そもそも道中に掲示板のある町自体あるんだけど。まず目標としては町を通るか。ローチかも。さすがはローチ。まあ、あそこに行くついでにここを目指そう。掲示板があるからね、ファーストトラベルできるようになると便利。道中で金稼ぎになる何かが見つかるといいんだが。剣を閉まっておくんだゲラルト、なぜ抜いたし。
しかしまたレベルが結構上がったから、そろそろアーマーを新調した方がいいのだろうか。大丈夫だ、ゲラルト。しかもまっすぐ川があるから、ちょっと登らないといけなかったような気がするんだが、十分すっていったかな。落ち着け。牛が殺されているということは、この近くに大きな魔物でもいるのだろうか。子供たちが川で遊んでるから大丈夫だな。リンデンベイ、赤い夕日が眩しい。とてつもなく眩しい。早速新しい町に着いたら買い物しよう。こんにちは。あらゆる種類の頼れる武器が揃ってるよ。男には鋼の剣に頑丈なコンボ、女には彫刻入りの鉄鋼だ。さようか。一流の武器職人か。最高品質の武器を作ることはできるか。そりゃ無理だ、服部じゃあるまいし。服部ノビグラドの一流の職人さ。有名な人だが、もう引退したらしいから誰もあんたの注文は受けられないね。なるほど、気になるな。服部か。見せてくれ。漢字で書けそうな名前だよね。おっと、蔵があるぞ。最高級だ。欲しい。そして金がちょっとあるから買おうと思えば買える。でもその前にこの気になってるんだが、読めばさらに情報を得る。買おう。死の手がかりになるとビッチャーの装備を見つけ出せ。OK、任せてくれ。蔵か、遠いだ方いいかなぁ。あ、もう、買っとこう。ああ、金がない。忘れた。ちょっと、売ろう。いらないものね。売りさばいて、お金を稼ごう。暗殺者のことで。少し意外とね、使わないものが多いな。で、これで暗かったか。松明。ルーン系も買っておきたいんだが、今こちらに、お金が割けないんだよな。持ってない。しかし俺なんでこんなに重量がギリギリなんだ。こういうものは重くないはずなんだが、何をそんなに重たいもの持ってるんだろう俺。特に何も持ってないんだな。パイプか、このパイプが悪いのか。そんなわけはないけど、こちらもまあ重くないですよね。こっちのやはり関係ないものたちが重いのかな。剣大量に持ち歩いてるけど、これが悪いのか。スグレア、ウィッチャー装備売りたくないんだよね。売るぐらいだったら後でね、一回しとこう。これやはり分解すると鉄のインゴットか。エビ流派の鋼の剣とかは分解したくないんだよな。こういうのだって後で使いそうなんだよね、はっきり言って。イメリウム鉱石、なんか見たことのないものが出てきたぞ。それこそここら辺でも売りさばくかな。クマの皮使うとは思えないしな。クマの皮何やかんやで重いな。おっと、まあ今のところはこんなものか。じゃあな。じゃあな。剣と団子、面白い名前のクエストが手に入ったぞ。剣と団子か。探し物系かな。グリフィン流派の剣は、とあと取りに行くとして。剣と団子どこだ。剣と団子24か。やはりちょっと高いな。
これって何やかんやで重量あるんだ。さて、さっきのクエストに関係してあるやつを読んどこう。うん、キアモル編周辺か。猫流派に関する印のついて4つの同じ印に私を導いた。猫流派が本当に気になってるんだけどね。森の貴婦人たち。猫流派の装備。猫流派の装備本当に欲しいんだけど、さっきまで出たやつは少なくともレベル高かったよね。ほら17だ。さすがに高いわ。グリフィンのはまだ最初に取れそうだけど。猫流派の記憶。よし、ここの掲示板を見ておこう。思いっきり低かった。ゲラルトが変なところに、こっちのところに引っかかったぞ。犬。おっと、掲示板を見る前に、ここの商人さんが何か、良さげなものを売ってないか見てもらおう。見てみよう。おっと、読んでいない本があるぞ。トリスターナとイザドール。読めば何かがわかるはずだ。読んでおこう。革袋の上質なやつが欲しいな、そういえば。またな。クラ袋だ、クラ袋。これか。トリスタの牙の将軍の一切気にしていなかった。彼女を逆にボロにした靴脱ぎ果たしで花びった彼女を小ぶりのレースで売ろうとつけ。そういうことやった。なるほど。これも、やはりクエストが出るってことかな。あれ、特になかった。読んだのに。すでに読んだって出てるな。え、あれ珍しいな。喧嘩しておりますね。焼けの場所を大量に見つけた。メリーウィドウ。こういうやつがね、気になってるんだけど。お、レベル10だ。まだ10だったら、今の状態でもバトルできると思うんだよね。森のジェニーもでも10だったんだ。あれめちゃくちゃ強かったで。謎の足跡。いらっしゃい。こんにちは。売り物。このおっちゃとも前どっかで見たような気がするんだが。またな。この外で喧嘩一緒にできないだろうか、あの人たちと。さて、といったところですが、今回はここまで。今回本当に探索したばっかだったな。ここら辺のね、このハテラマークなどをちょっとクリアしてみたいと思います。どのぐらいの敵が出てくるのか気になるんだよな。これでまあ余裕があるようだったらこちらに行こうかなと思ってますけど、ウィッチの勘が使い、ご地層の道につながる柱を、社を見つけろか。確かでも、こっち、もう近いんだよね、あのもう一つのサイドクエストが、占い師がどうのこうのってやつですね。そちらを先に進めてもいいかなと思ってます。まあ、先にこの未発見の場所とかを見てみたい。ということで、また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。